古書河原市で農家民宿をやっている斉藤久子です。今日は斉藤家の木の汁を作ります。山から取った山菜とか、それから自分の家の畑で作った野菜などをいっぱい煮込んで作る料理です。昔のお嫁さんたちが何日も何日も実家に遊びに行ってでも家にいる家族たちが困らないように1週間ほども食べるように大きな鍋で煮込んだものです。木の汁10人分の分量です。まず乾燥したゼンマイを水で戻してアク抜きをしていきます。塩漬けしているふきの塩戻しをします。10人分の材料を切りますとこのぐらいの量になります。鍋にだし汁、昆布とそれから干し椎茸を戻しただし汁を入れます。その中に今度一番最初大根入れていきます。根菜類です。煮立ったところを入れると柔らかくならないので必ず根菜類は水から入れることです。はい、大根入りました。根菜類が柔らかくなるまで待ちます。根菜類が柔らかくなりましたので今度は次々入れます。だし汁をちょっと足します。